国交正常化60年、日本とフィリピンの関係改善にボクシングが果たした大きな役割とは。ドゥテルテ大統領の来日で日本とフィリピンの関係が注目されていますが、今夜は実は戦後ボクシングが政治に先駆けて両国の関係に重要な役割を果たしたというお話です。太平洋戦争中、日米決戦の地となったフィリピンでは日本軍の民間人虐殺などもあり、フィリピン政府の推計では市民を含めた111万人が犠牲になりました。そのためフィリピンの対日感情は激しく悪化し、戦後両国の国交正常化交渉は一向に進まない状況が続きました。そんな中、1952年に日本とフィリピンなどの間で始まったボクシングの東洋選手権、ボクシングで東洋一を決めるこのタイトルマッチは日本やフィリピンで熱狂的な支持を受けました。ボクシング東洋選手権の立ち上げには戦前戦中にアジア解放を掲げた国粋主義者などが関わり、政治家やメディア、さらにアメリカなど様々な思惑が絡んできます。彼らはボクシング東洋選手権を通じ何を成し遂げようとし、そして日本とフィリピンの関係に何がもたらされたのか。折しも今年は日本とフィリピンの国交正常化から60年、安倍総理とドゥテルテ大統領の首脳会談も行われた今夜は、日本とフィリピンの戦後外交をボクシングを軸に描いた話題の一冊、ボクシングと大東亜の著者で社会学者の乗松卓さんを迎えお話を伺います。ではゲストご紹介します。ボクシングと大東亜、東洋選手権と戦後アジア外交の著者で社会学者の乗松卓さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、乗松さんのプロフィールご紹介しましょう。乗松卓さんは1977年愛媛県のご出身です。九州大学大学院を修了後、現在関東学院大学で兼任講師を務められています。ご専門はスポーツ社会学で、今年出版された著書ボクシングと大東亜、東洋選手権と戦後アジア外交が各紙の書評で絶賛されています。はい、通常例えば外交について調べるであるとか、はい、ボクシングの歴史について調べるであるとか、まあ、いろんな歴史の調べ方あると思うんですけれども、ボクシングと外交の歴史について調べようと思ったのはどうしてなんでしょうか。学生時代にですね、僕自身がボクシングをやってたんですけれども、はい、はい、そうですね、確かに強そう。でプロテストに通ってその、まあ、ボクサープロボクサーとしてやっていくか、はい、あるいはその、他の道を選ぶのかっていうふうに考えたときに、僕にしかできないようなアプローチっていうので、ボクシングを研究にしようというふうに思ったんですね。はいはい、で当時その僕が宮崎の方のボクシングジムに在籍してたときに、東南アジアからの選手がたくさん来ました。はい、でフィリピン人選手も、はい、タイ人の選手も来たんですけれども、まあ、その歴史をこうちょっと気になって調べていくときに、どうもその戦後早くからこうフィリピンの選手っていうのは、タイも選手もそうですけども、日本に来て日本とフィリピン、日本とタイっていうんで交流をしてた、試合をしてたと。うんうん、ところが、日本とフィリピンの関係史っていうのを読むと、なんかその戦後反日感情が強くて、その交流っていうのは、当時戦後直後っていうのはそれほどなかったんだ、むしろこう、まあ、断絶されてたんだっていうふうなことが言われてたんですよね。うん、そのギャップがちょっとこう僕が気になったんで、ボクシングっていうものとを外交に位置づけたときに、 あるいはボクシングから外交が眺めたときに、まあ、なんか新しい発見というかがあるんじゃないかっていうので、そういう研究の始めるスタートになったっていう感じですね。それを調べるにあたって、なかなかやっぱりその同じような観点で調べている人もいないということになると思うので、はい、資料を集めるのも大変じゃなかったですか。あ、相当大変でしたね。うん、で本の中にもちょっと触れましたけど、まず外交の資料の中に大衆文化、まあ、文化ですよね、文化に関することというのはあまりないんですよね。はいはい、で仕方がないんで、こう資料のこう中に入っている小さいそのものを見つけ出したり、あるいはフィリピンに行ったり、当時九州、福岡にいましたけども、東京に来て関係者に話を聞いたり、それからハワイの方に渡ったりとかっていうんで、まあ、フィリピン、ハワイ、東京、それから沖縄も行きましたねっていうので、こう
関係者をこう聞いて、関係者が持ってる資料を提供してもらうっていうようなところでやってきましたね。うん、まあ、取材調査をしていく中で、はい、当然ながらその、まあ、ボクシングの話だけではなくて、外交の話もそうですし、それから戦争を含めた歴史のことも調べなくてはいけないわけですよね。そうですね、はい。で、この番組でもフィリピンについては何度か取り上げていますけれども、はい、やっぱりフィリピンと日本といえば、非常にやっぱり深い関係があるわけじゃないですか。はい、そのあたりもやっぱりその紐解いていかないと、このボクシングがどういうふうに関わったのかというものも読み解けないわけですよね。そうですね。うん、初めはこんなに壮大な話になると思ってなかったんで、はい、なんて言うんでしょうね、その、やればやる中で、その、歴史的な背景、を、こう、押さえたり、あるいは、周辺のこの状況、まあ、これは本当に外交から、政治から、大衆文化から、テレビのこの、普及から、もう本当に多岐にわたりましたけど、それをこう一つ一つこう、地を這うようにやっていくっていうのは、さすがに、もう一回、初めからゼロからやってって言われたら、ちょっともういいですっていう感じになりますよね。そうですよね。はい、今、耳にこう、スタッフからの情報で、はい、セッションのフィリピン特集も聞いていただいたと。あ、はい、そうですね。はい、中野先生、はい、フィリピン研究会とかで、はい、たまにお会いしたり、お話聞いたりするんですけども、なんて言うんでしょうね、僕もその、フィリピンのこのボクシングと日本の交流を書くときに、やっぱりその前提として、その過去に、そのボクシング交流する前に一体何があったのかっていうことを、こう、ちょっとまとめたりしたんですよね。で、その際に、こう、ちょっとこう、分かってはいるんですけど、こう、迷路に迷い込む時とかあるじゃないですか。うん、はい、で、そういう時にこう、同じようにこう、研究されてる、その先人の先生が、こう、なんて言うんでしょうね、その、話をされたことを聞いて、まあ、考えがまとまるっていうんですか。あれは非常に、役に立ちました。放送があったおかげで、これが完成したって言っても、まあ、過言ではないと思いますね。それはとてもありがたい。はい。非常に繋がっていくというのは嬉しいことですね。はい。そうした中でですね、まず戦前、まあ戦前というか、はい、戦中に何があって、それが戦後に、まあどういうその関係性につながったのかという話を今日は、伺っていかなくてはいけないので、はい、まずはその戦中ですね、戦時中日本とフィリピンの関係、それがどれぐらいのものだったのか、改めて教えていただいていいですか？そうですね。まあ、日本、こう、南方にこうどんどん進出していくわけですけども、はい、フィリピンっていうのは、まあ、占領を、日本軍によって占領されるんですよね。で、その時に、まあ、アメリカ軍のその、まあ、軍事的な影響力を排除して、代わりにまあ、日本がこう入ってくると。で、その中で、日本軍政は、フィリピン人の、まあ、国っていうものを独立させて、まあ、いわばその大きな意味で言えば大東亜共栄圏の、まあ、その、勢力間の中に置こうとしたわけですけど、はい、まあ、そこはそう単純な話ではなくて、もちろんアメリカ軍はそのフィリピンを奪還しようとして帰ってくる。で、逆に言えばフィリピン自体も、独立をしたいんですけど、うん、日本側について独立をしようとするものと、アメリカ側について独立をしようとするもので、やっぱりフィリピン国内も2つに分かれてしまうっていうふうな状況があるんですよね。うん、で、この本の中で後ろの年表にも書いてますけども、アメリカ軍が、まあ、マカサーがアイシャルリターンで帰ってきたときに、マニラの、都市の中で、まあ、こう、大規模な戦闘が起きるんですよね。はい、まあ、東京の中で大規模な戦闘が起きるみたいなもんなんですよね。で、普通だったら都市の中で、戦闘が行われる際には、まあ、オープンシティというか、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、民間人を、避難させるというか、その場所から、遠ざけるっていうふうなことが普通なんですけど、その時にはそういう措置が取られなかったっていう。それで、まあ戦闘に、日米の戦闘に巻き込まれていくっていう。要は、その二つの大きな像の、日本っていう像、アメリカっていう像の中で、足でこう、フィリピン人っていうアリがこう踏み潰されていくって。まあそういうふうな表現してる人もいるんですけど、そういう状況になっていくっていうような。まあだから、10万人、マニラの市街戦で10万人市民が亡くなっていくって、10万人っていうと、東京大空襲で亡くなったのと、ほぼ同じ、まあ、数の上では同じなんで、それぐらい大規模だったっていう。
ことですね。そうですね、はい。まあ、そうしたその大規模な戦闘があった、そしてまああの例えばそのまあそこでの戦闘だけではなくて、はい、そのフィリピンさまざまな島で、はい、あの潜伏をして、まああのさまざまな日本兵もまあいろいろな活動をして、その時においてはまああの住民からいろいろなものをまあ現地調達、まあ要は略奪をしたりとか、うん、いろいろな関わり方をしていったということで、うん、まあ、根深い反感を買っていた面があるわけですよね。そうですね、うん、まあ、自活というんですかね、その、こう補給路を断たれている、うん、状態なんで、はい、その場でこう食べるものであったり、うん、まあ、住むところであったりとかっていうのをこう調達していかないといけないっていう。で、そうなると、どんどんこう、まあ、物資が欠乏していく中で、うん、まあ、実際に、なんていうんでしょう、その、フィリピンの人が、こう、まあ、作物を育てるために置いているもみ殻っていうのを、要するに種として使うもみ殻っていうのを、もう奪って食べちゃったりっていうふうな話も あったりするんですよね。だから、そういう意味でも、非常にフィリピン、戦後フィリピン人のからその反感を買ってたっていうふうな、うん、ことがあるみたいですね。はい、まあ、様々な例えば虐殺とかいろいろなものでこう反感を買うというようなことが、まあ、あったわけですけれども、まあ、戦争が終わるということになって日本敗戦をしましたが、はい、その敗戦後のフィリピンの日本に対する感情というのは、まあ、当時からどのような状態だったんでしょうか。ああ、もう最悪だったみたいですね。外交資料館、外務省の外交資料館でも、その通信が残ってますけども、投石、まあ、日本から、例えば外相のことで、行ったりすると、投石されたり、あるいは車をひっくり返されて燃やされたりとかっていうのが、どうもあったみたいなんですよね。交渉に行った官僚がっていう。官僚がですね、ごめんなさい。そうですね。はい。で、とにかく日本人が立ち入れるような場所ではなかったっていうふうな、ことが、まあ一応言われてます。うんうん、まあ、それだけのその環境が、まああったということなので、とりあえずその、関係を交渉し、まあ、改善していきたいし、まあ、例えば賠償交渉もとりあえず必要だということで、しなくてはいけないんですけれども、それはなかなか進まなかった。そうですね、そのようですね。うん、もう、紆余曲折の歴史で、もうこれだけで一冊本が、あるぐらいで、太い本があるぐらいなんですけども、非常にこう、まあ、まとまらないっていう、国民感情ももちろんあったでしょうけど、まあ、戦後の日本も、それに応えるだけの、なんていうんでしょうか、経済力を持ち合わせてなかったっていうのも、まあ、背景としてはあるのかもしれないですね。うん、それが、まあ、今では、まあ、フィリピンイコール反日国家みたいなイメージというのは、ほとんど日本人として抱いている方は、まあ、少ないですよね。それが僕、ちょっと すごく不思議なところで、うん、ドゥテルテ大統領がその日本に来て、僕もちょっとテレビとか、こう新聞とかで、アイラとかで読んだりしたんですけど、こう、アメリカに対してはすごくきついことを言うんだけど、日本に対してはなんかこう、親日的だっていうような、書かれ方をしてるじゃないですか。はい。で、なんかいつからそんな風になったのかなっていう風に思ったりするんですよね。で、おそらく、まあ、女性のエンターテイナーが、1980年代、90年代ぐらいに、やってこられた時ぐらいから、おそらくその、日本人がフィリピン人に対する感情っていうんですかね。イメージっていうのは好転してきたんだと思うんですけど、それ以前は本当にこう手がつけられないほど、まあ、関係は良くなかったっていう、うん、だからその、なんか断絶してる。我々も、多分言われて、あ、そうだよねっていうふうに気がつくようなレベルだと思うんですよ。要するに、あんまり何も知らないっていう。うんうん、だそうしたその様々な時代によって変化をしているということになるわけですけれども、うん、その関係性が最悪だったその状況から、ボクシングがきっかけで、まあ、様々な変化をもたらしていくという話を今日伺っていく。で、ボクシングの話ですので、はい、うん、今日はですね、ちょっと番組の進行も、ボクシング調でいきたいと思います。はい、ということで、まずはこちら。なぜボクシングだったのか。まあ、この音だけなんですけど。ちょって言う。僕は何かこう、今からですね、さあ、乗りません、謝罪がございました、今から解説を始めますとか、そんな感じではね、ではなく、さすがに40分持たないなっていう感じなんですけれども、まずフィリピンにおけるそのボクシングとはどういった位置づけのスポーツだったんですか。ですね、フィリピン、現在、3B、3B とかっていう言い方しますけど、はい、B が頭文字につく3つ の人気スポーツがあります。1つは、バスケットボール、もう1つはビリヤード。で、最後にそのボクシングなんですけど、このボクシングっていうのは、非常に、はい、フィリピンにとってその関係、歴史がすごく古いんですよね。うん、で、それはその、アメリカがそのフィリピンを植民地支配した時からどうも始まってるようで、で、スービック基地とかコレヒドールの陸軍基地とか、マニラのですね、西側にあたるんですけど、
その、まあ、アメリカ軍基地があったと。で、その基地の周辺のところに、その、アメリカ軍が、そのボクシングを伝えたっていうふうに、らしいんですね。で、やっぱり基地がやってくるっていうのは、まあ、例えば兵士がやってくるとか、兵器がやってくるだけじゃなくて、兵士が持ってる文化性みたいなもの、例えば音楽であったり、ジャズとかね。ジャズとかそうですね。ジャズ、ブルース、今だったら、例えばロックとかもそうかもしれないですけど、はい、あるいはそのスポーツ、あるいは価値観とか、はい、あるいはファッションとか、そういうものがまとめてやってくるっていう。風土、食文化とかもね。そうですね、うん。で、そのうちの一つが、ボクシングで、で、基地の周りに地下工業が、盛んになっていくんですけども、地下工業ですね、掛け試合ですね。はあはあ、本当はアメリカ軍自体はそれを嫌ってたらしいんですけど、やっぱりそこはこう、まあ、若い兵隊がいっぱいいるっていうことで、まあ、フィリピン人 の地元のボクサーっていうのも、次々にこう生まれて、そこにこう参加していくようなことになっていくんですよね。はい、で、まあ、例えばその、フィリピン、昔からその、例えばこう農業労働者としてハワイに行ったり、あるいはアメリカに行ったりとかっていうふうなことがあったみたいで、その、ボクシングをこう本場アメリカで学んでくるっていう。で、そこで、次々に、まあ、こう有名な選手が生まれてくるみたいな、まあ、それぐらいこう歴史があるっていう。だから、本当に僕が調査にフィリピンに行った時に、そのフラッシェロルデっていう方、この表紙に出てるのがフラッシェロルデっていう世界チャンピオンなんですけど、なんていうんですかね、ちっちゃい子でも知ってるんですよね。まあ、何しに来たんだって言われたら、いや、僕はなんかフィリピンと日本のボクシングの関係を調べに来たんだよって言うと、お前はなんかフィリピンの英雄を知ってるかとかって言うんですよね。で、なんか僕にこういろいろ教えてくれるっていう、はいはい、なんかその見てないだろっていう感じなんですけど、でもやっぱりこう身体にこう刷り込まれてるというか、みんなやっぱりこのボクサーの活躍っていうものをこうなんて言うんでしょうね、こうまあ記憶として大事に持ってるっていうんですかね。まあ大人も子供もですね。そうですね。国民的なスター、国民的なスターですよね。うん、っていう感じで、どうもボクシングあるみたいですね。そのボクシングの役割というのは当然ながら、はい、そのリング上で2人のボクサーがこう対決していくというものになっていくわけじゃないですか。はい、でフィリピン人選手とその、まあ、アメリカ選手が、はい、そうやってそのマッチしていくということも行われていたんですか。もちろんです。はい、なんて言うんでしょうね、その植民地支配を支配関係でいうと、支配をしているアメリカ、支配をされているフィリピンっていう、そのまあ力関係の差があるんですけど、はい、しかしリングの上だったら対等に殴り合えるっていう、その、まあ、そこは本当になんか変な感じで力関係がイーブンになるっていう、はい、だと思うんですね。まあその、まあ、本当かなりフィクショナルな話なんですけども、でそこで、こう自分たちを支配している選手をこう打ちのめすっていうことが可能になってくるっていう話なんですよね。だからフィリピンからするとボクシングで非常に面白かったし、とても大事、男らしさ、あるいはフィリピンらしさっていうものをこうアピールする上でも非常に役に立ったっていうふうに、考えられますね。はい、なるほど。じゃあやっぱり観衆にとっては、まあ、興行としてとにかく憂さ晴らしにも当然なるけれども、はい、それがまあナショナリズムとかとも結びついているということになるわけですね。はい、で一方、このアメリカからすると、やっぱりそのボクシングなどを通じて、そのアメリカ的な文化にも、そのフィリピンに馴染んでもらうっていうような面もあるということですね。そうですね。アメリカにとっては、フィリピン、にボクシングを教えるっていうのはやっぱりメリットがあって、その近代スポーツを教えるってことは、そのフェアプレーの精神を教えるとか、はいはい、そのフィリピンのまあ、下町文化、まあ、大衆文化っていうのはやっぱりこうコッコファイティングって言って、その鶏の足に、まあ、まあ、鶏って言っても戦う鶏のシャモですけど、はい、に太いこうナイフをつけてそれを戦わせて、で掛け試合をするんですよね。でそれがやっぱりこうちょっとこう野蛮であると。で例えばそのやっぱり植民地化をするってことは近代化を推し進めてるっていうことでもあるんで、スポーツを通して良き植民地人っていうのを作ろうとするっていう、だからフィリピン側にとってもアメリカ側にとってもボクシングを通して得られるものはあったっていうふうな、そういうような感じなんですよね。でその、まあ、戦中から戦後あたり の, そのフィリピンのボクサーたちは、はい、世界的に見ても強い選手はもう育っていたんですか。そうですね、1923年ですね、はい、パンチョ・ビラっていう選手が、東洋初、アジア初の世界チャンピオンになる。パンチョ・ビラってメキシコの革命家にも同じ名前の人がいるんですけど、そっちではなくて、はい、同姓同名だから違う、同姓同名、はいはい、じゃなくて、
このパンチョ・ビーダーという選手がアジア人としては初めて、アメリカで、まあ、イギリスのジミー・ワイルドを倒したんですけども、うんうん、世界チャンピオンになると。で、ちなみに日本で初めて世界チャンピオンになったのは白井義雄さんという、うん、方なんですけど、はい、白井義雄さんが世界チャンピオンを取ったのは1952年ですよね。だからおよそ30年ですか、うん、30年の開きがあるっていう。しかも白井義雄さんが倒したというか、その世界戦の中で倒した相手も実はフィリピン人だったんですよね。ハワイのフィリピン系アメリカ人のダドマリノっていう、はいはい、うん、じゃフィリピン系チャンピオンを倒して、はい、チャンピオンになった。日本人はですね、平井義雄さんは、はい、52年ですね、うん、その差30年っていう。日本からしてみればフィリピンはボクシング先進国として移ったということになるわけですね。はい、うん、で、まあ、ボクシングのみならずなんですけど、近代スポーツの先進国でもあって、戦前の極東選手権であったり東亜競技大会であったりっていうんで、まあ、アジア地域の国がスポーツ の選手権に参加するんですけど、はい、やっぱりフィリピンが出ないとなんかこう盛り上がらないよねっていう風なのがあったらしいんですよね。ほうほう。で、大阪の道頓堀でなんかこう手を万歳してあげてるキャラクターがいるじゃないですか。グリコ。グリコですね。はいはい、グリコの、まあ、モデルになった人は何人かいるらしいんですけど、フィリピンのカタロン選手っていう中距離か長距離のマラソンランナーだったっていう、ほうほう、っていう風な話もあって、だからその近代スポーツ全般が非常に強かったっていう、はい、とりわけボクシングはもうちょっと普通のレベルではなかったっていう、群を抜いてるっていう風に皆さんおっしゃってましたね。なるほど、はい。一方でその日本にそのボクシングが入ってきたっていうのはどれぐらいなんでしょうか。ですね、それ渡辺雄二郎さんっていう方が単身を渡米するのが1906年、明治39年になるんですけども、そうなんですよ、アメリカに行くんですよね。で、ですね、面白いのが、はい、もともと白人の ボクサーのところにこう弟子にしてくれっていうふうに行くんですけど、ちょうどその時にはこう排日主義が非常に強かったんで、相手にされなかったと、はい、うんうん、で、黒人のボクサーのルーフ・ターナーっていう方のところに支持をするっていうふうな歴史があるんですよね。つまりこうスポーツっていうとこうなんていうんですか、その一つボールがあるとみん なんか仲良くなれるよねみたいな、こう対立があってもこうなんかこうスポーツっていう共通言語で仲良くなれるよねっていうふうなのが、まあ、我々の頭の中にはあるじゃないですか。でもそうじゃなくて、もともと非常にそのもう抜き差しならない対立関係があって、その中でスポーツが発展していく例だと思うんですよね。で、彼がもし白人のその、ボクシングの指導者に渡辺雄二郎さんがついてたら、多分今とは違った形になってたと思うんですよね。もしかしたら普及しなかったかもしれないっていう。ボクシング自体がですね、黒人のルーフ・ターナーっていう人に、まあ、教えを請うたその結果、歴史的な結果が今のこの時代につながってるっていうふうに考えると、やっぱりその面白いもんがありますよね。ちなみに、彼が帰ってきたのはおよそ15年後の1921年なんですけど、東京の目黒に、日本剣道クラブっていうのをこう、まあ、作ると、大正10年ですよね、だから15年ぐらいアメリカにいて、そのいろんなこう肉体労働しながらボクシングを学んでっていうふうなことがあったそうです。大正輸入してということですね。そうですね。その黒人ボクサーに支持をしたということの意味的なその歴史性というのはどういうふうに感じになってますか。そうですね、一つやっぱりボクシングっていうのは人種とか民族のそのなんかこう対立関係の中で一つこう生まれてきたんじゃないかなっていうふうに思います。はい、このボクシングと大東亜の話もそうなんですけど、国家と国家のそのナショナリズムのぶつかり合いみたいなものから、こう人、まあ、人がこうどういうふうにその後こう二つの国あるいは複数の国を渡り歩いていったのかっていう話なんですけども、こうその何もない状態でボクシングってあまり多分盛り上がりに欠けるんだと思うんですよね。で、こう、初めて、なんていうんですかね、黒人でヘビー級チャンピオンになったのはジャック・ジョンソンっていう方なんですけども、はい、ジャック・ジョンソンっていうのはすごい奔放な方で、まあ、当時禁じられてた白人女性を連れて州をまたぐっていうのは犯罪行為だったんですよね。で、それを平気でやるっていう、うんうん、で、そのホワイトアメリカというかアメリカの白人社会が頭に来るようなことを次々にやっていくっていう。で、
彼自身はザ・アンフォーギバブル・ブラックネス、許されざる苦労って言われたんですよね。はあはあ、それに対してそれジャック・ジョンソンをやっつけようとするホワイ、あの白人のホープはザ・グレート・ホワイト・ホープ、偉大なる白人の希望みたいな感じで、はあはあ、そのそういう対立関係の中でボクシングっていうのが政治的に位置づけられるっていう、そういうふうなあのものとして僕はあの認識をしてるんですよね、うん、なるほど。そうしたものをあの日本人の、まあ、最初に渡米したボクサーが学ぶことによって、はい、やっぱりそのいろんなものを乗り越えるためにも、はい、そのボクシングというのは機能するし、はい、一方でやっぱり それぞれのナショナリズムとかその排他性とか、はい、そうしたものがスポーツで消化されるという面もあると。だから、うん、あのこれ野球とかの歴史でも他のスポーツでもそうですけど、はい、あのそれまでマイノリティだった、まあ、選手が登場して、うん、まあ、強いな、あいつはマイノリティだけど強いなみたいな形でだんだんリスペクトを得ていったりとか、はい、そのマイノリティたちにとっての誇りになっていったりして、はい、それがある段階になってだんだん差別がなくなっていく中でちょっと象徴的な役割を得て、うん、みたいな、そうしたような機能もあったりしますよね。あ、そうですね、うんうん、まさにそれがあのボクシングの原、まあ、あのあんまりいいことではないのかもしれないですけど、そのエネルギーというかその原動力になっていく面はあるんだと思うんですよね。リングならではフェアだと。そうですね、在日朝鮮人があの戦中戦後に非常にボクサー強かったんですよね、はいはい、で、まあ、実際あの日本通名で、活躍している選手もいたんで、その人が在日かどうかっていうのはあのはっきりわからないところもあるんですけど、あの自分が明かしている限りでは、非常にその戦中戦後あの強い選手が、まあ、戦前もそうですけど、うんうん、多かったっていう、それもやっぱり民族的なマイノリティっていうのをベースにしてボクシングがその上に興行が成り立ってるって話なんですよね、はいはい、うん、まあ、戦前から日本にそうやってボクシングが輸入されていたと、はい、で、まあ、戦後になって、まあ、GHQ はいろんなものを禁止しましたけど、はい、ボクシングは禁止しなかった、しなかったですね、はい、禁止したのは柔道と剣道なんですよね、はいはい、で軍国主義に直結するっていうふうな考えを GHQ 持っていたみたいで、それで、まあ、柔道剣道は禁止。ただあのボクシングっていうのはまさにアメリカが育てた、あの近代スポーツなんで、それを通して、まあ、フィリピンと同じように日本人を、まあ、訓化していくような、あの教育していくようなあのもので、まあ、取り立ててその禁止する必要はなかったって話なんですよね。第一マッカーサーがスポーツ大好きだったっていう、はい、オリンピックの騎士団を務めるぐらいそのスポーツー、あ、まあ、アメリカ軍自体もそうですけど、うん、スポーツを非常に奨励してたっていう話なんで、うんうん、ボクシングっていうのはまさにそういう中で戦後その端境にパッと出てきたような、あのちょうどチャンスを得たっていうようなところですね。なるほど、うん、ではですね、この、ボクシングというもののですね、フィリピンと日本の歴史をあの簡単に振り返りましたけれども、続いてはこちら、東洋に込められた思い、はい、というかで、まあ、実際に、まあ、戦後、日本ではボクシングが禁止はされていなかった、うん、ということだったりするわけなんですけれども、東洋選手権というのが開かれるわけですね、はいはい、東洋選手権ってどのあたり で行われる、まあ、競技ということになるんですか。ですね、非常に変わっている競技で、一番あの、まあ、戦前からもあったんですけども、あの戦後始まったのは1952年です、はい、で、東洋選手権東洋1、まあ、東洋一っていう風な金看板ですよね、掲げたのは日本とフィリピンだったっていう、うん、2カ国で、東洋選手権を競い合ったっていう風な話なんですよね。そういった興行をやろう、そういった、はい、その一つ のチャンピオンベルトを作ろうと、そうですね、いう風にしたわけですね、日本とフィリピンが、ね、1952年ということはまだ日本とフィリピンの国交正常化というか、はい、賠償の話もまだ決着がついてない、そうですね、はい、段階ということでですね、はい、でもそういった形でプロモーターとかが、はい、ボクシングという観点でつながっていた。そうですね、はい、うん、日本側でその東洋選手権の実現を進めていたのは誰ですか。岡本富士さんですね、岡本富士、まあ、プロモーターなんですけども、はい、この方オリンピックの方にも出てるような国際的なそのなんて言うんでしょうね、こう見識を持った方で、はい、で、まあ、一方そのフィリピンの側っていうのはロペスアリエルっていう、まあ、これはもう戦後アジアのこのボクシング界を牛耳るようなプロモーターなんですけども、ロペサリエルと岡本富士さんっていうのがこう、まあ、日本とフィリピンで対抗戦をやろうと、多分対抗戦っていうだけでは、国際戦っていうだけでは、まあ、なかなかっていうんで、じゃあ東洋一持ってこようよっていうんで、この勝負に勝ったものが東洋で一番強いんだっていう話になる、ちょっとでかくしたわけですね、話を、うん、そうですね、うん、でその後、まあ、日本と
フィリピン、それからタイ、で、まあ、朝鮮戦争ありましたけど、終わった後に韓国、あるいはインドネシア、でどんどんこう加盟国が増えていくっていうような状況になっていきます。はいはい、なるほど。そうした、その、まあ、東洋1位を決めるという、その東洋選手権をしていく中で、はい、様々な人たちが、この、まあ、実現に携わったようですね。はい。ですね、まあ、一番重要な人物っていうのは、田辺宗英さんっていう、これは後楽園スタジアムの、社長なんですけども、田辺宗秀さんっていうのが多分実名なんですけど、皆さん、宗英さん、宗英さんって呼んでたらしくて、で、小林一蔵、阪急電鉄の社長の、宝塚を歌劇団作った人ですけど、はい、小林一蔵の異母兄弟なんですよね。で、まあ、戦前、まあ、これはこの先のお話なんでしょうけど、戦前の、まあ、右翼だったっていう、で、国粋主義者だったんですけど、その方は、同時に、いわゆる、財界の大物でもあったっていう、はいはい、で小林一蔵の、まあ、陰でというか小林一蔵をサポートしながら、まあ、そのなんて言うでしょうね、日本のこの例えば彼の場合だったら後楽園っていう、一つのエンターテインメント産業っていうものを作っていったっていうことですね。うんうん、これ国粋主義者がその、まあ、当然ながらビジネスとしてさまざまな興行を仕切るというのもあると思うんですけれども、はい、特にボクシングにそれだけ力を注いだというのはどうしてなんでしょう。そこは非常に難しい問い、ご質問だと思うんですけど、それは彼の、例えば宗教観や価値観みたいなものとちょっと結びつくんだと思うんです。宗教観っていうんですかね。思想とか。思想とかですね。で、まあ、彼だいぶ書き残してたりするんですけども、検討報告っていう言葉を1930年代の初頭ぐらいに残してるんですね。検討っていうのはボクシングの検討。ね、はい。ボクシングの検討に国に報じるっていうんで、検討報告っていう、レポートじゃなくて、検討を通じて国に報じる、報じする、うん、そうですね、国に報じするっていうことですね。で、まあ、なんとか報告っていうのは、まあ、戦争も第二次世界大戦も末期になると、まあ、いろんなところでなんとか報告、なんとか報告って出てくるんですけど、はいはい、彼が言い出したのは、まあ、誰も何も言ってなかった時期で、で、なんて言うんでしょうね、そのボクシングを通して、まあ、国を支えるこの若者をこう作っていくんだっていうような、そういう価値観をこう持ってた方なんですよね。はい、じゃあ、もともとボクシングというものは好きだったし、それを通じて強い日本人を作ろうっていうものが、例えば戦前からも国粋主義的な価値観と相まって、はい、まあ、あったということなんですね。そうですね。はい、はい、それが戦後、まあ、いろいろ、まあ、変化していく中で、まあ、日本の復興の象徴としても、ボクシングというものを見出していったということになるんですかね。そうですね。多分その辺はちょっとこう思想がスライドしていく、スライドというかちょっと変わっていくんだと思うんですけども、戦前彼は、その、まあ、天皇を中心とするような、皇室を中心とするような、なんて言うんでしょうか、秩序のあり方っていうのを求めていくんですよね。はい。ところが、その、まあ、戦争によって、それがまあご破産になるっていう状況が起こります。うん、で、そうなると、まあ、その後に、まあ、彼自身も公職追放を受けたりして、表舞台から消えたりするんですよね。消えるんですよね。ところが、まあ、冷戦が始まって、で、戦後の逆コースが始まってっていうので、もう一度、その、彼は、その表舞台に戻ってくるっていう。その時に、じゃあ、今できることは何かっていう時に、じゃあ、こう、自分には後楽園スタジアムがある。で、その、まあ、いわゆる財界の、その、いろんなものを動かせると。うん、そしたら、スポーツによって、その、まあ、こう、なんて言うんでしょうね、その、ついえた、その、まあ、日本人の精神性みたいなものを、もう一回回復していくんだっていうような、その、思考に、こう、だんだん変わっていくっていう。なるほど、うん。そうした中で国民的熱狂を生むということは、やっぱり人々はメディアを通じてそれをやっぱり見たり知ったりということが必要になってくるわけですよね。はい、そこでやっぱりメディアの、まあ、中心人物もさらにボクシングに関わってきた。そうですね。っていうふうに書かれていましたけど、これはどういうことなんでしょう。はい、これ TBS で言っていいのかどうかわからないですけど。もちろん言っていいですかね。日本テレビの、はい、正力松太郎っていう、まあ、日本テレビだけじゃなくて読売新聞の。読売グループの、はい。報知であったりっていう。まあ、メディア、日本のメディア王ですよね。はい。彼が、その、戦後に、その、ごめんなさい、テレビですね。テレビを普及させるときに、ボクシングをはじめとした、スポーツっていうものを、こう、利用していくっていうような流れがあります。プロレスとか。プロレスも含めてですね。人気コンテンツとして。人気コンテンツですね。うんうん、もう、キラーコンテンツって言ってもいいと思うんですけど。うん。ありましたもん。
子供の頃は日本テレビでいすごくいい時間7時とかそのぐらいの時間にボクシングっていう放送を見て、私なんかはそれを見てるんで、戦後ではないけど、戦後ではないけれども、80年代とかなんでしょ、子供の頃ついた時だから、今はねそうないけれど、そうですね、まあ、斬新みたいなもんだと思うんですね、その非常に1週間のうちに4回なんかそのレギュラー放送があって、 TBS も東洋チャンピオンスカウトっていう番組がありましたし、日本テレビでも、他のその、局でも、自分のところのそのまあなんていうんですか、ジムとこう提携するわけですよね、で人気選手をどんどん抱え込んでいくような、あれがあって、でその取り合いになるわけですよ、っていうふうに最終的になっていくわけですけど、でも初めのテレビのもう普及のまあ導入期ですよね、はちょっと否定的な面が多かったと。で戦否定的、そうですね、戦後まあ戦後直後なんで、テレビをこう導入するようなこうまあ外貨を使うわけにいかないっていうので反対されるんですよね、しかもなんかこう海のものとも山のものともつかないようなテレビを持ってきても本当にそれ利益取れるのっていうふうな、利益が上がるのっていうふうなところで、彼はそのまあちょっと困っちゃうと、でしかもそのテレビっていうのは今は違うでしょうけど映画界と対立するんですよね、電気亀芝居ってね、映画界からは揶揄されたりしてましたね、そうですよね、客を取られるんじゃないかっていうふうなのがあって、だからコンテンツも欠けてる、技術も欠けてるっていう時に、まあ、今日は日本シリーズは、ね、ありましたけど、よく見るとピッチャーの顔だけをこうアップにするカメラとか、バッターの顔をアップにするカメラとか、あるいはその全体俯瞰するようなカメラとか、もう何台のカメラで、一つの、ゲームっていうのを追いかけていくわけじゃないですか。で、我々はこう無意識に、見てるんであまり気がつかないですけど、よく見ると非常にすごいこう技術のこうつなぎ合わせで、ゲームがこう放送されてるっていう、でも戦後直後はそれなかったんですよね、1台のカメラとかね、1台、そうですね、数少ないカメラである、そうなるとテレビの画面の中でこうスポットこう入る方がいいと、リングって四角いじゃないですか、だからテレビのブラウン管の中にこうスポット全体が入ると位置関係もわかるし何が起こってるのかもわかるっていう、だからプロレスとかボクシングのようなリングスポーツが戦後のああいうテレビの状況にはすごくフィットしたんですよね、そうした中でボクシングというものが売れるコンテンツだっていうことで、まあ、正力松太郎もそこに乗っかって、そうですね、まあ、どん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 番組として放送して、人気のコンテンツとして売っていったということになるわけですね、まあ、そうするとその番組を通じてフィリピンで起きたように日本人も一つのアメリカナイズっていうものにも、アメリカ的な価値観にもこう慣れていくっていうことにも同時になっていくし、でも日本人のチャンピオンが生まれてほしいみたいな、こうしたその手に汗握りながら応援するっていうものも生まれてくるということになるわけですよね。そうですね。おっしゃる通りですね。そうした中で、これ、東洋っていうものが、まあ、つくもの、フィリピンと日本でやるということですけど、はい、日本人にとって東洋ってつくっていうことは、そのやっぱり前の、その大東亜共栄圏とか、やっぱりそこでチャンピオンになるっていう、なんかできなかった夢を何かボクシングで代わりにこう、実現してくれるみたいな、そうした夢も当時は抱かれていたりしたんでしょうかね。おそらく、仕掛け人はあったんだと思うんですよね。で、特にその、まあ、田辺宗英さんもそうなんですけど、なんて言うんでしょう、その、まあ、戦前成し遂げられなかったプロジェクトを、スポーツっていう、まあ、文化的な、まあ、脱政治化されたような、まあ、一見脱政治化されたような、領域でそれを実現していく。もう一回こう、リマッチっていうか、その、もう一回戦いを挑むっていうような意味が、東洋にはあったんだと思うんですよね。で、GHQ 占領下、まあ、占領下では、まあ、公にやっぱりこう政治的な発言っていうのはこうまあちょっとすることはできないっていう時に、でもスポーツだったらこれはスポーツだから政治じゃないからっていうところでアジアに帰っていくことができるって、で、アジアの人にとっても日本がもう一回帰ってくるっていうのは経済侵略をもう一回受けるんじゃないかっていうのは非常にその戦々恐々してたらしいんですよね、だから日本に対してもアレルギーがあると、そういう時にでもボクサーが来るとこれはスポーツだから政治じゃない関係ないからっていうんで、そこでこうスポーツボクシングっていうのが重宝されるっていうような切り分けが可能になって、そうですね、ではその東洋選手権を通じて日本とフィリピンの関係がどう変わっていったのか、お知らせに続いて伺っていきたいと思います、